皆さんおはようございます、久保哲郎です、今日からですね速稼塾の久保ですという前提をちょっとまあ一旦外させていただいて、久保哲郎ですという形にしようかと思います。まあ速稼塾っていうのはもう表向き、まあ、やってませんので2015年の10月で募集終わりましたんで肩書きなしでゼロリセットにするのがそろそろね適当かなと思いますんでそのようにさせていただきます。で前回までの動画でなぜお金持ちが生まれるのかっていうことをお話ししましたけども、お金持ちになるためにはもう完全に投資家の道を歩むかビジネスオーナーになるしかないということはご理解いただけたんじゃないかなと思います。毎日朝7時とか8時に出勤して夜遅くまで働いてもそれはお金持ちになる可能性は全くないということなんですよね。ここをよく認識して、自分がお金の苦労から逃れたいなら今日することはこれではないってことを気づかなければならないんですよ。そうは言ってもっていうふうに出かけてる限りそんな人生は続きます。無限に終わらないということになってきます。で、まあ私の受講生でねある一人の青年がいるんですけども、まあ、会社勤めで悩んでたわけですよ。で私は強制的にではないんですけども辞めることを勧めました。というかもう辞めなさいと指示を出しました。で彼は辞めました。辞めた結果どうなったかと言いますと、まあ、全く違う人生を歩むことができました。まさにですね自分の人生の主役を切ることができてもうぐんぐん力をつけてるわけなんですよ。で彼一人の例をとって全員がそれに当てはまるというつもりはないんですけども、結局はですねリスクを覚悟して決断したものだけが前に進めるということなんですよ。でリスクってのはどの程度のリスクなら許容するべきかということになりますが、通常の人は1割2割まあ強気な人で五分五分なら勝負するという形なんですけども、私の場合は9割までのリスクなら受け取れということなんですよ。決断するときにリスクが10割でない限りもう大チャンスがあると考えて進むべきだと思います。で結局ね失敗しても何もなくならないんですよ。新しいことを挑戦して失敗しても新しいことが手に入らないだけで同じなんですよ。じゃあ挑戦せずにいたら新しいことはやっぱり手に入らないんですよね。じゃあ行動したもん勝ち、やったもん勝ちということなんですよ。挑戦したもの勝ちなんですよ。で失敗すれば失敗したでそれが学びになるんで結局プラスなんですよね。でこれを投資の世界とかビジネスオーナーの世界っていうのは日々できるんでもう黄金があるんですよ。ただですねやっぱり会社勤めをしたりとか出勤をして一般の会社に勤めたり店舗に行くと失敗の経験すら大して宝にならないんですよね。なぜかというと失敗の結果責任を組織が負ってしまうからなんですよ。で、仮にですね成功のことをこの逆に例にとってみますと、会社組織とか店舗の中でどれだけあなたが視力を尽くしていわゆる成功を収めたとしてもそれは会社の成功になるんですよ。会社の信用になるんです。店舗の信用になるんですよ。従業員さんが20年30年勤めたところで社会の人は全くこのスタッフの人が何かをやったからだっていう認識はしません。この会社はすごいなって思われるだけなんですよ。でもう一つ例を取りますと30年40年勤めてきたから勤め上げてきたからというだけで人は一目も置きません。ただ30年40年会社があるということに関して店があることに対してはでも絶大な社会的信用になるんですよ。ですから社員の方とか店舗のスタッフさんっていうのは会社とか店の信用を作るために日々ですねその活動に組みされてるわけなんですよ。で働いてる人には何も残りません。だから、ね、20万円必要なところに20万円の給料があって適度に余暇があって適度にストレスを発散してでそのまま人生が終わってしまうんですよね。で振り返った時に自分の人生は何だったんだろうかと、例えば長い間飲食店に勤めてきたけども飲食をするのが自分は好きだったのかどうかすら分からなくなるんですよ。やってる時は飲食が好きだっていう思いにこう駆られてしまうんですけども、実際我々は何かをするために生まれてきたわけではないんですよ。唯一何かをするためといえばですね自分の人生を歩くためなんですよ。寝たい時には寝て、起きたい時には起きて、そして経験したいことを手に入れて親に感謝し、そして子を学でということなんですけども、もう明らかにですね他人の作った仕事を生きがいにする、人生のやりがいにするという形っていうのを完全に洗脳にかかった状態で他人の人生の脇役を歩んでいるんですよね。ですから投資家とかビジネスオーナーになって
お金は自分一人で取り出せるようになって、自由な時間を持てるようになる。これもですね、投資家かビジネスオーナーしかできないことなんですよ。お金の自由、そして、金銭的な、時間的な自由、プラス何者にも拘束されない環境、この3つが同時に手に入るのはビジネスオーナーか投資家しかありません。で、究極を言えばですね、投資家しかダメなんですよ。ビジネスオーナーってのは何かって言ったら、自分の会社に投資してるってことなんですよね。自分の会社に投資、要するに投資家っていうのは人の会社とか人の債権みたいな自分のコントロールができないものに判断というものを持って投資をしてるわけなんですよね。それが投資家です。では自分のコントロールできる組織を作って、その自分の組織自体に投資することっていうのがビジネスオーナーなんですよね。だから結局みんな投資家なわけなんですよ。だから投資をしてない限りは完全に自由っていうのは手に入らないです。お金的な自由もそうですし、時間的な自由もそう。そして何者かに束縛されるって関係も絶対に逃れられません。だからたった一人で全てを決められて、全てをいつでも変更できる状態っていうのが最強なんですよ。で、その最強っていうのは孤独であることなんですよね。だから投資家っていうのは一人でできますね。で、大きな勝負しようと思った時には、ゼロの桁を1個とか2個増やすだけなんですよ。だからキーボード操作で言ったら、ワンタップ、ツータップが増えるだけで、大きな利益っていうのを確保できると。ただやっぱり、店舗の従業員さんとか、どっかの会社の社員さんとかっていうのは、一桁上げようと思ったら、どれだけの労力を割かないといけないのか、どれだけのそれこそ危険な橋を渡らないといけないのかってことになってきます。素晴らしく能力を高めていっても、一桁、二桁、売上を上げる、利益を上げるってことはほぼ不可能です。でも投資家っていうのは、パチンパチンと2、3回打つだけで、同じ行動で、同じ判断で大きな利益を上げることができるんで最強なんですよ。今日はですね、ここら辺まででお伝えしようか、動画を終わらせていただこうかと思うんですけども、皆さんも何かに投資するという人生を始めなければ、永遠に今日のこの暮らしが続いていきます。またですね、次回の動画で具体的にどういうふうに投資を進めていけばいいのか、ビジネスオーナーになるためには何をすればいいのかってことをお話していこうかと思います。では本日もですね、最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。火山一条から久保哲郎がお送りしました。ありがとうございます。